名古屋線、ホーム名古屋線。1-0、まあでも何よりもなんかこうスタジアムの雰囲気がものすごいなんかこうホームっていう風に感じたというか、まあ、一体感があったなという印象が強かったですね、はい、試合内容というよりスタジアムのこう雰囲気が非常に自分たちを押し上げてくれるものが高かったかなと。なんだろう、楽しませてくれたというか、ゲームを外からこう自分たちも楽しませてもらったなと思って。さあ守備率荒木、荒木行った、いや強いですね、荒木から浅野、浅野縦行った、浅野、浅野のシュート、浅野がやった、浅野がやりました、ワントップ、ビエイラじゃない、俺が決めます、浅野雄也先制広島。そうですね、もう代表経験者多いし、素晴らしい助っ人たちがいるチームですけど、まあ、自分たちのこう守備力っていうのも、自信を持ってこう戦えたといいますか、まあ、でも、まあ、内容本当にあの試合は本当にスタジアムのこう雰囲気が本当に一番こう印象深いかなと、はい。そうですね、人数こう制限かかった中でもこう来てくれるお客さんのと一緒に盛り上がれる、こう、まあ、ああいう大きなスタジアムですけど、慣れるっていうことを感じれたので、これからもっともっとこう緩和されて多くの人と、ああいう雰囲気を作れればいいかなと思いますし、まあ、今年はあんまりホームでね、勝てることができなかったんで本当に申し訳なく思ってますけど、勝利というところをもっともっと多くみんなと、はい、共有したいです。